はい、どうも皆さん、こんにちは。昨日のキラキラ世界選手権予選、最終ステージですね。生放送ご視聴ありがとうございました。かけてのーけすけじきくのーけすけてぽぅということで、今年もなんとなんと日本クランですね、クイーンウォーカーズと、そして GS ですね、のこの2クラン、日本クランがですね、世界選手権出場を決めました。いやー、めちゃくちゃ嬉しかったですよ。もう激アツだったんですよ。昨日5試合中4試合がなんとね、日本クランの試合でございまして。で、2クランもね、世界選手権出場決めたっていうことで、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。なので、ね、アーカイブの方ですね、概要欄にも貼っておきますんで、ぜひご覧ください。で、今回はね、昨日のね、世界選手権予選で、スペースステーションっていう、海外のね、プロチームがね、とある、クイヒーラバルの新戦術をやられてたんですよ。もうそれをね、対応しまくって、もうラインをしまくって、対応しまくって、で、前回取りまくって、まあ、アーカイブで昨日ね、3試合ぐらいね、スペースステーションで、ね、試合やってね、でね、もうめちゃくちゃね、前回リプレイあって、その新戦術の前回が、紹介しきれないんで、まあ、今回ね、厳選してね、ちょっとね、そちらのリプレイをね、ご紹介していきます。なので、今回動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいました。ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、そちらの新戦術見ていきましょう。レッツゴー。はい、そちらのね、新戦術がこちらですね。一見すると、通常のクイヒーラバルに、見えるじゃないですか。まあ、通常のクイヒーラバルっていうのは、まあ、クイヒーを進めていって、相手の防衛援軍を処理していって、相手のアチャクイとかを処理していって、で、ラバルのルートを作っていって、ラバルを回していくっていうのが、通常のクイヒーラバルです。なんですけど、スペースステーションの、この世界選手権予選で持ち込んできた、クイヒーラバルは、通常のクイヒーラバルじゃありません。ラバルはもう使い捨てって言って、どん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 区画の防衛施設を削ってってあげて、で、防衛施設ね、削ったことによって、もう村の防衛力、火力がね、落ちるじゃないですか、DPS って言うんですけど、DPS を削いでいって、クイヒーとキングとか、ロイヤルチャンピオンで取り切っていくっていうのが、このね、スペースステーションがやってた、クイヒーラバルでした。ほんとびっくりしました、見てて。え、ラバル回さないの？え、そんなどん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 使い捨てていくの？っていうラバルになりますね。ちょっとね、見ていきましょう。もう、突撃艦とかで、まあ、タウンホールとかね、削っていってあげて、でね、まあ、ラバル回し、ほんと、びっくりしますよ。こんな回さないもんかっていうような。だって、呪文兵勢もね、兵装とか持ってきてません。もうラバルを回すような呪文とかではなくて、もうヒーローに使っていくためのような、レイジ4発とか、まあ、フリーズとかインビジブルとか持っていくっていう感じです。さあ、来ました。ラバルパートですね。ここで、あ、まあ、通常のラバル回していくのかなって思うかもしれないですけど、はい、初手でもう、ウォーデン、トーマ当てていってあげて、で、レイジで投石区画を削っていってあげる。で、からの、一時方向ね。はい、ラバとバルーン出てきました。これも、ほんと防衛施設、外側の防衛室をそぎ落としていくようなイメージなんですよね。もう外側の防衛室とか、区画とかはね、どん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 削っていくようなイメージです。でね、今ね、ラバルが強いんで、今の、タウンホール14の世界選手権シーズン、シーンだと、ラバルが強いんで、こう中心部分に、はい、対空爆弾とか今出てきたりとかしてましたね。こう、ラバル対策でまとめてきた、バルーンたちを落とすために、中心部分にマルチインフェアタワーと、そして、対空爆弾まとめて置いてあったりとか、そんな感じだったりするんですけども、もう外周部分をどん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 削っていって、中心部分は、クイヒーとか、キングとか、ロイヤルチャンピオンで、落としていくんで、はい、中心部分に固めた対空爆弾とか腐るんですよ。ラバル対策の。腐るんで、なので、もう外周部分の防衛室をどんどんラバルで削ぎ落としてって、で、DPS を落としてって、最終的にクイヒーとかロイヤルチャンピオンを、延命させてって取り切っていくっていう新戦術です。これね、本当アーカイブに概要欄に貼ってあるんで、もうこの編成でね、スペースステーション前回取りまくってたんで、この攻めをね、勉強した方はね、ぜひアーカイブの方ご覧ください。さあ、続いてのこちらのアタックですね。見ていきましょう。これもそうですね。途中でクイヒー、死んでしまったんですけれども、ラバルでね、やっぱり防衛室バシバシ削りまくってたんで、最終的にクイヒーは死んだんだけど、キングとかロイヤルチャンピオンが生き残ってって、取り切ったっていうリプレイになりますんで、見ていきましょう。やっぱりね、この戦術生まれたのは、
今ね、やっぱラバルが強くて、世界選手権予選とかではラバルが強くて、めちゃくちゃみんなねラバルやるんですよ。なのでまあもうラバル対策が必須になってくるんですよ。ラバル対策が、ね、必須になってくるんで、なのでじゃあ無理してラバルね回そうとすると事故ったりとか、まとめて落とされたりとかで前回取り切れなかったりとかっていう場面があったりするんで、だったらもう回さないラバルでバンバン防衛室外周削ってて、ヒーローを生かした方が強いんじゃねっていうので多分生まれた戦術なんじゃないかなっていう風に思いますね。これもね、確かね7時8時間で、ね、ラバル展開していくんですけど、本当使い捨てていきます。さあ、まあ、最低限のことはね、だいたい食い火でねやってくんですよ。食い火処理とかね、主要施設防衛施設、イーグルを削ったりとかやってくんですけど、はい来ました、初手ラバル突撃艦投げ込んで、オーデンにデトーンも投げ込んでいってあげて、でエアスに吹かれるんでフリーズ止めてってあげて、でちょっと一応ね対策とかなんかもろもろされていて、タウンホールねちょっと落としきれなさそうなんで、いろいろ呪文をねこっちの方にラバルには使わないです、突撃艦とかの方に使っていってあげて、タウンを落としていきました。さあタウンホールね落としていけますよね、いきました。はい、怖いですね、なくなっていきました。でこっちまでキングね出していったりとかね、ちょクイーン事故ってね、あのヒーラーキングに移すんですけど、はい、ねこんな感じで、なんて言ったらいいんだろう、ドラゴン編成でさ、最近スーパーノヴァ編成が、突撃艦バルーンクローンのスーパーノヴァ編成、自分がね私ケイスケがよくやるスーパーノヴァ編成とか、あとは花火ですね、突撃艦にスーパーガーゴイとインビジブルクローンとかを使ってってあげて、でタウンホールとか使用施設を壊していくみたいな、そんな攻めがあるじゃないですか。その攻めにね結構近いような感じですよね。もうラバルで怖い施設を壊しちゃっていけば、もうあとはヒーローだけ取り切っていく。ドラゴン編成もそうじゃないですか。ドラゴンとその突撃艦バルーンクローンとか、あと花火とかで使用施設壊していけば、残ったね弱い施設たちはヒーローで刈り取っていけるみたいな、そういう考えて、やっている感じですね。なので、なんて言ったらいいんだろう。通常のクイヒーラバルは、ラバルを伸ばすためのクイヒーなんですけど、この戦術は、クイヒーヒーローたちを伸ばすためのラバルなんですよね。なので、ラバルの新時代がやってきたんで、ラバル使いの方はね、ぜひぜひやってみてください。さあ、そしたらね、ラストの攻め、見ていきましょう。あ、そう、このね、攻めもね、クイヒー入れる区画めちゃくちゃ強気だなって、思いました。まあ見てればわかるんですけど、まあ6時にさ、クイヒー出すじゃないですか。で、そっから7時方向に歩かせてって、まあ壁開けてクイーンを入れていくんですけど、さらに、投石区画とかも壁開けて、クイヒーね、入れていくわけなんですけど、対地クロスとかがあって、で、ずーっとクイヒーが打たれ続けるんですよ。打たれ続けるんですけど、クイヒーを伸ばすためのクイヒーラバルなんですよね。これね、ラバルなんですよね。なので、ラバルとかにすごい呪文を使ったりとか、ラバルに繊細な動き求めないんで、ずっとね、クイーンをね、見てられて強気でいけるっていうのが、この戦術の強いところかな。クイヒーにね、やっぱ呪文バンバン使う戦術なんですよね。レイジもね、ふんだんに持ってって、フリーズもインビジブルも。ラバルに使わないんで、クイヒーにほぼほぼ呪文を使っていくみたいな攻めなんて、普通ね、クイヒーあんまり入れたくないような、なんかほら、対地クロスにずっと打たれるじゃないですか、これ。あ、このロケットバルーンもうまいっすね。ヒーラーがね、対空砲から抑止されてるんで、これでね、ロケットバルーンでカットしてってあげて、で、さあ、クイヒーですね、入れていくんですけど、防衛援軍に当たるとかでしょ、はい。対地クロスとかさ、インフェとかにさ、ずっとクイヒー打たれ続けるんですけど、ずっと強気なんですよね。で、ラバーからのロックボーマー。もうラバーパートには全然ね、呪文使ったりとかしないんで、もうクイーンヒーに関してはもう、ゆっくりちゃんと強気でいってますもんね。で、呪文でずっとね、クイーンをね、守ってあげるっていう攻め方です。で、さあ、ラバーパートね、始まっていきましたね。で、もうほんとこれもね、使用せずのタウンホールを落とすだけみたいな、仕事量。で、かつインビジュールでクイーンね、守っていって、はい、ずっと延命させていきます。なんだけど、ラバルの方には全く呪文とかね、全然使っていない。強気な感じで、ね、いくんですよね。で、まだまだ一応ね、怖い防衛室残ってるんですけど、まあ、ラバルで一応タウンホール落としてって、で、クイヒーでイーグルも取っていきましたね。どん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 ね、強い防衛室たちはね、ラバルで、なんか削ぎ落としていって、で、余った強い施設を、クイヒーとかロイヤルチャンピオンに呪文を使ってって、取ってあげるっていう感じなんで、ちょっとね、まあ、あれです。やり方とかに関しては自分クイラバめちゃくちゃやるわけでもないし、昨日初めて見た戦術なんで、やり方とかに関しては説明できないんで、やってみたい人は、自分のね、昨日のアーカイブとか繰り返しね、見てね、スペースステーションね、3試合やってね、この編成の前回ね、めちゃくちゃ
産んでたんで、10回ぐらいはこの辺で前回撮ってたかな。なんかそれぐらいね、ほんと前回バシバシ撮りまくってたんで。ぜひね、見直して勉強してみてください。スペースステーションも世界選手権の出場決めたんで、多分ね、世界選手権でもね、こちらの編成で、対応してね、バンバンね、全開取ると思います。ちなみに9月の23日、24日、25日がね、世界選手権なのでね、日本公式チャンネルで生放送されると思うんで、ぜひぜひご覧ください。はい。ということで、今回はですね、昨日の世界選手権予選の生放送で、スペースステーションがね、持ち込んできた、新戦術のグイヒーラーバルですね。こちらね、動画でご紹介していきました。いやー、ほんと、あれで前回バンバン撮ってたのがマジでね、びっくりしましたし、まあ、多用してきたんで、実用性はね、あると思いますんで、グイヒーラーバル好きな方はね、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。で、こういうふうにね、クラカー動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あと友人やクラメニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。